コプイ氏は、ベラルーシのビーチェプスク州、アルシャンスク地区の都市型集落である。ドニエプル川に面し、オルシャから 35km の位置にある。鉄道と自動車道路でオルシャに接続している。1914年のコプイ氏コプイ氏に関する最初の言及は、日本年代期の1059年の記述である。コプイ氏は、ポロツク公国、後にスモレンスク公国に属した。 14世紀後半からはリトアニア大公国のビテプスク県に編入された。16世紀にはオストログスキア、ついでラジビウ家の所領となった。ロシア・ポーランド戦争の際、コップイシでは激しい戦闘が行われた。また、大北方戦争の際にはピョートル一世がコップイシに滞在した。14世紀から18世紀のコップイシには城があった。 1726年の目録によれば、城はラの機能を備えた4つの両方を有していた。また、コプイ氏は陶工業の中心地であり、15世紀からタイルの製造と赤粘土によるユニークな陶器で有名だった。モスクワ・クレムリンのペチカはコプイ氏製のタイルによって装飾されていた。1772年、帝政ロシアの一部となった。 1781年8月16日にコプイ氏の紋章が制定され、1789年には国民学校が開校した。1812年、ナポレオン軍の侵攻によってフランス軍に占領された。この戦争の過程でコプイ氏に関わる出来事としては、同年11月12日にミハイル・クトゥーゾフ軍がドニエプル川を強行とかしてコピシ地区へといたり、 デニス・ダビド夫妻がコプイシの近くでフランス騎兵隊の軍事物資行を破壊している。1914年、イーゴリ・シコールスキーが航空機イリア・ムーロメツによって飛行時間の記録を打ち立てたが、その航路はサンクトペテルブルク・オルシャ・コプイシキエフ、サンクトペテルブルクという周回飛行であった。行政区画としては百二十四年から九百三十年には、ロ。 ロシアソビエト社会主義共和国の地区の中心となり、1930年にビーツプスク州アルシャンスク地区に組み込まれた。1938年から都市型集落となった。1900年の前後にはハシリズムの中心地だった。1939年の人口調査によると405人のユダヤ人がいた。第二次世界大戦の初期にナチスドイツ軍に占領されると、 ユダヤ人は1941年10月にコピシ、ゲットウへと追い立てられた。ゲットウでは、ユダヤ人は1942年1月14日に全員殺害された。なお、第二次世界大戦中、コピシ地区でハインツグデイリアン指揮下の一部隊によるドニエプル川の強行とかが行われている。近年の出来事としては、2007年8月20日に、 ドニエプルガー対岸のアレクサンドリアへとつながる新しい橋が建設された。産業としてはチーズ工場が稼働している。コップ石の人口水位は以下の通りである。また、1897年は住人総数3384人のうち、中山階級2475人、農民731人、シュラフタ階級64人、商人41人、 生殖者18人、住民の識字率は39.6%というデータがある。1、2016、税2015、税税、ディストリビューションオブザジュイッシュポピュレーションオブザ、USSR1939、エディット、モルデカイ・アルジラー、エルサレム、1993、P39、ファイ、ファイ7021、オン、84、10、 326タットゥーバイありがとうございます。